福岡市民はもちろん全国の観光客から愛される福岡の施設をこのチャンネルでは紹介しています。福岡が誇る水族館マリンワールド海の中道。30年を超えて愛され続けるマリンワールド海の中道。1989年、平成元年に開館。一つの水槽で飼育するサメの数は日本最大級。日本初のダイバーショー開催など話題盛りだくさんの施設で、ファミリー連れに人気の水族館です。2017年4月に全館リニューアルオープンしました。まず中に入ってすごいのはこのエントランス。15メートルの吹き抜けになっているそうで、壁や天井は真っ白。館内なのにすごい開放感があります。まるでリゾート地のようなおしゃれな空間です。2017年に待ち遠しかった半年間の休館を経てリニューアルオープンしたマリンワールド。キャッチフレーズは新しい私になれる水族館。九州の海の生き物をメインに新しい10のセクションで展示を構成。気泡や海のうねりなど、今まで以上に海の中にいるような感覚を味わえるのです。実に350種、およそ3万点の生き物たちが展示されています。特に九州の外洋と九州のクラゲの展示は、そこにいるだけで癒されるおすすめスポットです。ちょっとお魚をご紹介いたしましょう。
海の中道マリンワールドには、福岡にある水族館の中でも日本最大級の展示水槽を持ち、多彩な海洋生物たちが展示されています。大型の水槽にはサメやマンタ、巨大なウミガメたちが泳ぎ、まるで自分自身が海の中にいるような臨場感を味わうことができます。水族館には水の流れや光の演出など工夫された展示方法があります。海の中道マリンワールドでも光の演出や音楽、映像など展示に取り入れられ、より臨場感のある空間を演出しています。海の中道マリンワールドをちょっと詳しくご紹介しましょう。マリンワールド海の中道。マリンワールド海の中道は福岡県福岡市東区にある水族館です。正式名称は海の中道海洋生態科学館というとっつきにくい名前で、運営会社の株式会社海の中道海洋生態科学館は西鉄グループの企業の一つです。先ほどもご紹介しましたが、マリンワールドは1989年4月に開館し、今まで改装増築を重ねてきました。一貫したコンセプトは対馬暖流をテーマに、熱帯から温帯、寒帯の魚およそ350種類、2万点以上を暮らしぶりそのままに見ることができるというものです。館内には魚類にイルカ、ゴマフアザラシ、ラッコ、ウミガメなどが展示されています。イルカ、アシカショウや大水槽が目玉となっています。2000年より夏休み期間を中心に夜間営業を行っています。マリンワールドの外洋大水槽がとても大きくてすごいんですよ。館内の1階から2階を貫くこのパノラマ大水槽は24メートル ×10 メートル、水深は7メートル、水量は1400トンの水槽とのことです。水槽を構成するアクリルパネルの厚さは約30センチ。この水槽ではおよそ80種2万匹以上の魚が泳いでいます。このうちサメが20種100匹ほど、イワシは約2万匹ほどいるそうです。そして1995年にスタートし、世界初と言われるのがダイバーが大型水槽に入り手元のカメラで映し出すショーです。外からの呼びかけにダイバーが答えながらカメラでクローズアップしてくれます。残念ながら今回この映像ではご紹介をしておりません。水槽周辺の館内は暗くなっているので、
ライトアップされた水槽内を大型のサメやエイが泳ぐ姿やマイイワシの群れなど幻想的な光景が来館者を楽しませています。またイワシの時間にはイワシ台風が起きるので必見ですよ。ちなみに気になるサメですが、サメがお腹いっぱいの時は魚を食べない上に驚くほど小食なんだそうです。それで水槽の中で他の魚と共存共栄できるそうです。それではここでマリンワールド海の中道イワシの時間をちょっと覗いてみましょう。北部九州に生息する小型のイルカスナメリは全長約2メートルほどで、丸い頭と小さなくちばし、背中に三角形のヒレを持つ可愛らしい姿が特徴です。彼らは主に魚やイカを食べ、海岸近くの浅い海で生活しています。スナメリは温暖な海を好むため、夏場は北部九州の沖合でよく観察されます。しかし漁業による乱獲や海洋汚染、人間による捕獲などにより生息数が減少しているとされています。マリンワールド水族館ではスナメリをはじめ北部九州の海に生息するさまざまな生き物たちを見ることができます。マリンワールドには美しいクラゲがたくさん展示されています。クラゲは透明感のある体や優雅に泳ぐ姿がとても魅力的です。まずクラゲの体の透明感は見る人を引きつけます。クラゲは体を構成するタンパク質の一種であるコラーゲンが水分を含んだゼリー状のものでできており、非常に透き通った印象を与えます。そのためクラゲが泳ぐ姿を見ると、まるで空中を浮遊しているかのような感覚に陥ります。
またクラゲの動きは優雅で美しいものです。クラゲは腕のように伸びた触手を使って泳ぎます。その動きはまるで花が舞うかのように柔らかく静かな美しさがあります。またクラゲの触手には毒が含まれているものもあり、危険を感じさせる不思議な魅力も持ち合わせています。さらにクラゲには多種多様な種類があり、その形や色、触手の数や長さなどが異なっています。マリンワールドにはその中でも特に美しいとされる種類のクラゲが展示されており、見ているだけで心が癒されると評判です。以上のようにクラゲには透明感のある体や優雅で美しい動き、多様性に富んだ種類などたくさんの魅力があります。マリンワールドでクラゲを見ることで、その美しさや不思議な魅力を十分に味わうことができます。奄美は日本の南西部に位置する奄美群島の一部であり、熱帯性のサンゴ礁が広がっています。奄美のサンゴ礁は約2600種類のサンゴやそれに付随する生物が生息しています。また日本で見られるサンゴ礁の中でも最大級であり、その美しさから日本のグレートバリアリーフとも呼ばれています。奄美のサンゴ礁は熱帯性のため、水温が比較的高い季節には南国のような
美しい海を楽しむことができます。しかし近年の気候変動や海洋汚染の影響でサンゴの壊死やサンゴ礁の退化が進んでいるという課題があります。スタート地点に戻ってきました。屋内の展示物を一通り全部見て回ったことになります。次は屋外の施設に行ってみましょう。ここで一言アドバイスです。ショーイベントの攻略法です。ショーやイベントの時間をまず予定に入れて、その間に1階から3階にある展示を見るとスムーズですよ。魚の種類がわかる QR コードや音声ガイドも活用してください。ゆっくり見て回りたいなら半日、まあ5時間ぐらい程度は余裕を持ってくださいね。ショーやイベントは平日や休日などによって当日のスケジュールが変わってきます。せっかく楽しむなら予習はマストですね。怪獣アイランドは一旦屋外に出てから入場します。この怪獣アイランドのイベントも必見ですよ。実はマリンワールドが開館してすぐの時間帯はイルカくんたちの体調チェックが行われています。飼育員や担当者の生き物への愛をすごく感じます。こうやって身近に触れることでもっと知りたくなる、自分も関わり合いたくなる、取り巻く自然や海を大事にしたくなる、そんな気持ちになる子どもも多いと思います。マリンワールド海の中道にはアシカとアザラシが遊ぶ新しいプールがあります。このプールは怪獣アイランドと呼ばれ、アシカやアザラシたちが水中で遊び餌を食べる姿を見ることができます。この施設ではアシカやアザラシたちが泳いだり飛び跳ねたりする様子を間近で見ることができます。また飼育員さんが餌を与える様子も見ることができます。アシカやアザラシたちは飼育員さんが与える魚やイカを上手にキャッチして食べる姿はとても愛らしいものです。この新しい施設はちびっ子たちに楽しんでいただけると思います。アシカやアザラシの生態や生き物の多様性について学ぶことができ、生き物に対する理解が深まることでしょう。また自然との共存や環境保護についても考えるきっかけになるかもしれません。海中キューブは水中観察室として知られています。この水中観察室は巨大なアクリル製の立方体の中にあり、周りは海水に囲まれています。海中キューブに入るとまるで海中にいるかのような臨場感が味わえます。360度の視界を確保しているため、さまざまな海洋生物をリアルに観察することができます。特にアクリル面によって歪められた魚の姿はまるで宇宙船の窓から見るような異次元体験を味わえます。海中キューブは水深10メートルに位置し、海洋生物たちが自然のままの環境で泳いでいる姿を間近で見ることができます。この観察室は地上からは見えない深海生物や水中でしか見られない生物を観察することができるため、海洋生物愛好家だけではなく
一般の方にも楽しんでいただけます。ペンギンの丘には主にジェンツーペンギンという種類のペンギンが展示されています。彼らは南極や周辺の島々に生息しているペンギンの中でも最も大型で、背中や頭に黒い斑点があります。ペンギンの丘ではペンギンたちが水中で泳ぐ姿や陸上で歩く様子を間近で見ることができます。またペンギンたちが餌を食べる様子も見ることができ、その様子はとても愛らしいと人気があります。ペンギンの丘には様々な施設があります。例えばペンギンたちの生息地を再現したプールや、ペンギンたちが歩くために模擬の氷山、ペンギンたちの餌やり体験ができるペンギンの餌やり体験コーナーなどがあります。マリンワールド海の中道といえば、博多湾をバックに華麗にジャンプするイルカ、アシカショーですよね。このショーは開館当初から行われ、ゴールデンウィークや夏休みなどに開催される夜の水族館では博多湾の夜景を見ながら鑑賞できます。ちょっと覗いてみましょう。最後のポイントはレストランです。マリンワールドにはショープール前にレストランがあります。イルカくんたちを見ながら食事をすることができますよ。メニューはカレーライスやうどん、お子様ランチなどなど盛りだくさん。ドリンクもあるので家族揃って食事をすることができます。ショープールの中にいるイルカの雄大な姿を眺めながら家族揃って食事をするのも楽しいですよ。福岡市の東のリゾートエリア、海の中道にお越しの際には、福岡九州の海を感じ、ほっこり癒される水族館をぜひ訪れてみてください。この番組がいいねと思った方、いいねボタンをポチッとよろしくお願いします。それから配信番組見逃さないようによろしくお願いします。そのためにもチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。